このゲームすでに昇格を決めたチームにとって格好のテストの場になりそうです。さらなる強化のためにはしっかりと結果を出して次につなげたいところです。この時間は日本対浦和レッズ、こちらをご覧いただきます。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。まあ相手のペースにはしたくないですからね、はい、90分通した戦い方を考えているとは思いますけどね。このキックオフ直後でつまずくとこの後も厳しくなりますからね。特に気をつけたいですね。そうですね。まずはこのゲームの立ち上がりです。日本ボール、さて北澤さん、この試合で一番気になる選手は誰でしょう。やはりルディガーには注目ですよね。あのサイズ感は迫力ありますよね。最近のディフェンダーはスピードも必要ですけど、彼はそのあたり十分な速さもありますし、フォワードには走り負けないんです。シュート、クリア。このピンチをなんとか出します。勝負のシーン、遠藤、ボールを下げてやり直します。今日の立ち上がりなんですが、両チーム、北澤さんはシュート、外れはしましたが鋭いシュートでした。今のはすごいシュートでしたね。枠行ってたら入ってましたね。浦和カウンターから危ない場面を作られてしまいました。攻守の切り替えが遅れてしまうとこういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なので、やはり狙ってる部分もあるんでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。遠藤、ここはカットします。トゥーリオ、坂井、前半この時間帯を迎えましたが、未だスコアレスという展開です。裏へ出るか、リュディガー、ここは通しません。リュディガー、と呼んでいた。危ない、危険なプレーのようにも取れましたが笛はありません。酒井、原口、坂井、小野へスペースを使う。小野から原口、うーわ、来たー、先制、打つ、日本相手に先制点をもぎ取ります。ディフェンダーの間を縫ったシュート、見事ネットに突き刺さりました。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応を遅れてしまうんでしょうね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。これで主導権を握れますからね、はい、この後のゲームプランも書きやすくなりますし、チームにとっても大きな1点ですよね。そうですね。スローインをカット、これは読んでいました。奪います、ホイブラーテン、流れを止めます。伊藤、伊藤から右サイド、酒井、アーチのようなパス、
原口から小野。日本はほぼ全員が自陣に戻ってのディフェンス。身長差ありますからね、グラウンダー気味で狙っていった方がいいかもしれませんね。どう打開するのか見ものです。ショートですね。いけるか。コーナーキックが続きます。浦和は2本目のコーナー。小野から原口、積極的な守備を見せます。あ、これファン取らないですか。レフリー後ろに戻します。チェックを受けますが動じません。裏へ届くか原口。お、いい形じゃないですか。原口から小野。ジューベルト・シウバ、カウンターですよ。シェフチェンコ、インターセプト。浦和はこのファーストハーフ終盤までリードしつつ、相手にほとんどシュートを打たせていないという状況です。ここまで打たせてないのは大きいですよね。守備が機能してますよね。前半このまま終えてセカンドハーフもスタイルを変えずにいきたいですよね。この選手はロングスローがあります。スローインをカットします。ここもしっかりディフェンスしました。裏へのスルーパス、シェフチェンコから左サイド、ファンデルファールトへスルーパスを出す。もういいですね。どうだ、坂井、裏のスペースを狙う。坂井から原口、ファーストハーフアディショナルタイムに入りました。この位置で受ける。一旦間合いを取る。伊藤、リュディガーのディフェンス。このセカンドボールは、このボールは坂井へ。これいいですよ。ボールを受けてシュート、なんと止めた。クリアです。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。前半終え1対0。浦和1点先制して折り返したという前半です。試合を進めるにあたってはやっぱり 1-0 でリードしているっていう心の余裕というものがありますよね。ただこれ余裕がね、もしかしたら悪い状況に傾く可能性もありますからね。日本対浦和レッズ、浦和がまずは1点先制して後半へと向かいます。後半見てまいりましょう。浦和としてはここで守ろうと思ってしまうと向こうにペースを磨いてしまいますからね。なるほど。そのあたりゲームの進め方は慎重にいきたいですよね。メッシ、メッシからフリット、右サイドへ振って、さあフリット、ディフェンスこれを読んでいた。ここはシンプルにクリアします。スルーパスを出す。坂井、原口、この試合アシストを記録しています。小野から浮き球のパース、リュディガースペースを使う。いいボールだ。ジューベルト・シウバ、ここは読んでいました。さあカウンターだ。スペースへ、ビエラからシェフチェンコ、ここでワンツーを見せる。シェフチェンコ、今の惜しいシーンですが、しかしいいシュートでしたよね。は枠いかなかったですけど、すごいキックでしたね。浦和なんとか相手カウンターをしのいだというシーンです。そうですね、相手はカウンター得意ですから常に仕掛けるタイミングを狙ってますよね。トランジションが遅れてしまうとピンチを招いてしまうので、危ないスペースはすぐに埋められるようにリスク管理をしておきたいですよね。右サイド上がっていく、
リュディガー、浦和がこのセカンドハーフ序盤を1点差でリードする展開になっているんですが、北澤さん、この後どうご覧になりますか？そうですね、早い段階から決めていけたら最高ですよね。こういったケースでは次の1点の意味が非常に重要になってきますからね。この時間の 1-0 は非常にシビアですからね。伊藤、日本としては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね。はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね。また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね。はい、まあ、取らないですね。日本としては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。そうですね、残り時間積極的に行きたいですよね。裏を狙っていきます。リュディガー、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか？浦和としてはシュートで終わる形ができてないんですよね。もう少しイマジネーションのある攻撃が見たいですよね。日本が最初の交代カードを切ってきます。エンド、伊藤、原口へスペースに出す。ここはつながりません。ジューベルト・シウバ、硬いディフェンス、コロキ、オノ、ベルナルド・シウバ、ジューベルト・シウバ、ベルナルド・シウバへシュート。日本チャンスを迎えましたが同点にはならず。いや、これは決めたかったでしょうね。酒井、これは合いません。ソルバッケン、丁寧に足元を使う。荻原、ソルバッケンが受ける。体強いですね。今のディフェンスは良かったですよね。攻撃も悪くなかったんですけど、冷静に対応しましたよね。浦和は1点リードで迎えたこの残り時間の戦い方、どうご覧になりますか？中途半端のプレーは避けないといけないですよね。一つのミスで一気に流れが変わることもありますしね。シュートでしっかり終わる、クリアをはっきりするという基本的なプレーを大事にしたいですよね。これはカット。ベルナルド・シウバ、ジューベルト・シウバ、エンバペ、裏を狙う、どうする、シュート、押し込むか、同点、日本、このゲーム終了間際での同点弾。キーパーの弾いたボール、うまく詰めました。これはファンブルを狙ってましたかね。
ポジショニングも良かったですし、イメージ通りのゴールだったんじゃないでしょうかね。さあ日本、土壇場での同点劇です。最後まで粘っていればね、必ずチャンスは出てくるということを見せてくれましたよね。はい、ここは一つ重要なセットプレーになりますよね。おー、ショートですね。さあ渡辺打った。いやー、決まった。すごい。いやー、これなんというゴールだー。いやー、もう言葉がありません。シュート、そうだ、こぼれた。サカ、浦和、落ち着いて時間を使います。サカ、裏のスペースを狙う。裏へ届くか。さあ矢島、チャンス来た。どうだ、裏へのスルーパス、スピード上がってきますよ。さあエンバペ、エンバペ、エンバペ、これはどうだ。ここで笛です。2対1、浦和激闘を制しました。1点を争う好ゲーム。興梠、このゲームのマンオブザマッチはこの人になるでしょう。見事な活躍でした。いや、北澤さん、最後まで全くわからない試合展開。